トヨタ自動織機シャトル第1隊日野レッドドルフィンズ、舞台は愛知県名古屋市のパロマみずほラグビー場。昨日の雪はすっかり溶けました。松本です。早いテンポでボールを回していきますが、あっとこのボール取った、はい、そのまま縦に入る、いいところから入ってくる、最後のチャンスに行くから、ノーこれつないだ、おトライです、はいはい、いや切り返してから見事にゴーが最後は持って入りました、はい、今シーズンこれで早くも開幕節についてのトライということで2トライ目です。トライ後のゴールキックを90秒以内に蹴ると、うん、まあ、1月1日からなんですけど、はい、まあこれはしっかり決めました、はい、2点を加えて7対0です。早いテンポでボールを回していくのがシャトルの持ち味ですが、さあボールを前返した、さあ裏にキックだ、これを抑えればトライになるが、抑えたかな、抑えてますけどどうでしょう、まあ、トライですね、はい、アシスタントレフェリーに確認してトライを確認しました。ホール、思い切ったアタックができますね、うん、あまたここのスクラム完全に優勢で、なっとまたアドバンテージが出た、明らかにここをスクラムの局面ではもうレッドドルフィンズが支配してますね。圧倒しました ね。もうしっかり決めてきました。ここは、はい、3点を加えていきます。15対0としています。うん、しっかり取った、さあボールを押し込んでいけるかどうかですが、ボール動いてますね、はい、抑えました、念願のトライ、ここできました、シャトルズ。うん、攻略できましたね、はい、しっかり2点を加えて15対7としています。これからボールが出ました、もう展開されています。ボールは一旦縦に入った、ここでポイントを作り直して、ロッドドルフィンボール出してます、はい、うわ取れてた、いいボールだ、これも繋いでる、ペリーがもう一回戻した、まだ繋いでる、トライまで行きそうだ、見事、これはすごい、トライですね、いやこれは見事なトライです、素晴らしいトライ、はい、これはこのレッドドルフィンズが前に出るディフェンス、すごい、彼はカウンターをね、はい、果敢に攻めたんですが、ディフェンスもよく前に出てましたよ、これ。しっかり決めて3点を加えました、23対7としています。22メートルライン超えてきた。これはチャンスになってますよ。継続してここでトライを取ったら大きいですよ。いいですね、はい。シャトルのディフェンスが、そうですね、はい、弱くなってますね、はい、ノックオン、コンがあったところで前半終了しました、うん、あったこれポストに当たりましたよ、ちょっとびっくりしましたがすんなり決まるかと思ったんですが、さあこれタッチに蹴出すでしょう、いやいや、ここで前半終了、この3点の持つ意味合いは後半でどういう風に影響してくるんでしょうか。サブのボールはまだ伝えてます、アドバンテージ、いいところ抜けた、22メートル超えてますよ、ペナルティーやったんですね、15番ティムスウィル、ジャッカルが得意なんですよね、しっかりボール持った、
浅い位置からつないでいってまた投げた。ノーボール絡みかかったんですがダメ。ふわっとしたボールになったがこのボールは押し込んでる。走り込んでいった裏に出た。そのままいきそうだ。最後はセンターの又部氏。後半10得点からこれが入ると後半13得点、ね、そうですね、はい、しっかり決めてきました。わずか3点差についにシャトルズを追い上げてきました。23対20です。アーノルドかな。そうです。動いた入ったかな。できましたレッドドルフィンズ。さあここはスウィルがしっかり決めました。28対23。まだまだゲームは行方が分かりません。ここはどうなるか。OK コーさん、これでイエローカード出て、なおかつペナルティートライですね。タイモン、これで7点が変わってついにゲームひっくり返しました。シャトルズ30対28、2点のリードにここで変わります。それからこう戻ってきた、まあ文句なし僕は決めてきました。31対30、リードはわずか1点です。割り持ってくる。一人飛ばして。入った。打ちに返したボール。スウェルが。トライラインの少し手前だった。出してくる。いけるかどうか。またまたゲームをひっくり返してきました。時を告げた。シャトル在地ナンバー15チームスウィル選手です。さあプレイヤーオブザマッチはフルバックのティムスウィルということになりました。本日のプレイヤーオブザマッチに輝きましたティムスウィル選手に対しまして、桑田敦史マッチマネージャーより記念のキャップが贈られました。今キャップが渡されたそのキャップのティムスウィルです。